琉球弁慶とは、弁慶層か琉球弁慶族の多肉質の多年層。別名ヘラバ島老草。日本では琉球諸島に、日本国外では台湾、中国南部、東南アジアに自然分布するが、日本ではイラブ島以外の現状は不明であり、イラブ島の個体群も栽培個体が一出した可能性がある。また、栽培個体は、 分布地だけでなく各地で見ることができる。自然状態では、日当たりの良い海岸や、岩歴地、岩状などに生育する。琉球弁慶の花。栽培個体を撮影。多肉質の多年草。草丈は30から100センチメートルで、茎は斜上、または直立する。葉は耐性、ヘラ状長楕円型で、長さ5から20センチメートル、多肉質、肺には、鈍い巨子があり。 三列することがある。傭兵がある。カキは1から4月。果樹は三房果樹で茎の長短につく。花弁は4枚あり、果敢は壺型あるいは高月形。色は黄色から大色だが、黄分の実緑色。野生絶滅性育地であるカキの地方公共団体が作成したレッドデータブックに掲載されている。本種の野生個体は園芸用の採取や、 生育地の開発などが原因で絶滅したと考えられており、自然環境で確認される個体は、栽培個体が一出したものとされている。そのため環境省及び、鹿児島県のレッドデータブックで、野生絶滅で評価されているが、沖縄県のレッドデータブックでは、上述のイラブ島の個体群が、野生個体か栽培品の一出個体かはっきりしない、ため、 絶滅危惧アイエルで評価されている。ありがとうございます。